ロッテ43セーブ、28日、ゾゾマリンセーブがサヨナラで敗れ、開幕から続いていた対ロッテ戦が悪夢の16連敗となった。延長12回、棒が2し13塁からまさかの冒頭で決勝点を許した。同一カード16連敗は球団ワーストになった。セーブ渡辺 GM 県監督代行は、東田含めて勝負弱さ。 痛いバッテリーミスでやらなくていいような点を大事なところでやってしまうところは、勝負弱さが出たような感じですよね、と言った。西武は1回に3点をダッシュ。先発隅田が7回に失点とリードを守り、3対2の8回から2番手平よがマウンドへ。先頭の大打角中に死球を与えると、西3塁での藤岡の打席でワンバウンドのスプリットが冒頭となり、同点に追いつかれた。